世界の富士山、最高の霊峰ですよね。これをずっとずっとまた見ながら一周する、まあ100マイル超えた、160キロ超えてる、日本でまたアジアでも、まあ、これ以上ないっていう素晴らしいスケールの中のこのトレイルランド、大勢の皆さんが参加して、そしてまた完走をされるということをまた希望してますけど、The North Face Ultra Trail Mount Fuji。 まず日本で初の100マイルレース、160キロのレースということですね。でしかも、日本最高峰富士山を、一周アラウンドするという、まあ、本当に壮大な、まあ、レースになります。で富士山というのは、まあ、火山の山なんですけども、富士山の周りってすごく自然の豊かなんですね。綺麗な湖のほとりのトレイルであるとか、こういったね火山灰のトレイルであるとか、里山のトレイルとか、本当にあらゆるこうトレイルの美しいトレイルをですね、こう160キロの間にまるで旅するかのようにですね、まあ、見て、走って歩いて楽しむことができる。まあ、今回ね本当に僕が、最もこう力を入れてきている、まあ、UTMB ウルトラトレイルモンブランですね、まあ、そのレースと本当に光栄なことに姉妹大会っていう形で取ることができたんですね。UTMB のね本当にこの素晴らしさ、ホスピタリティ、それをですねぜひこの富士山でも再現したいなというふうに思っています。まあ、UTMB がモンブランの周りを一周回る、まあ、モンブランというのはもうヨーロッパ最高峰であり、まあ、ヨーロッパの人だと誰でも知ってる山ですよね。そういった周りを回るっていう、まあ、そういうロマンがある。で、かたややはりその日本の最高峰富士山というのはもう日本人は誰でも知ってますし、日本人にとっても本当に心の山なんですね。ソウルマウンテンだと思うんですね。まあ、その山をですね、回っていただく、まあ、なかなかこう富士山を登ったことはある方はいるんですけども、本当に富士山の周りの綺麗なトレイルっていうのを多くの方はね日本人でさえ知らないと思うんですね。ですからぜひ世界各国から来ていただいてですね、富士山の周りの美しいトレイルをですねぜひ思う存分楽しんでいただければというふうに思います。三浦雄一郎です。もうこれは世界最大級のトレイルなんでもあります。もうぜひ皆さんが参加、そしてまたこれを完走される、まあ、これ以上ない人生の最高のチャレンジであるし、最高の瞬間ということを迎えられると思います。